家庭菜園ライフ。こんにちは、三鷹で菜園を楽しんでいる高畑です。今日はネギの収穫までにやるべき管理のポイントについてご紹介していきたいと思います。残り3ヶ月ほどでネギの収穫時期に入っていきます。ネギは12月から3月頃まで収穫が楽しめます。現在夏から植え始めており、冬に向かって育てている方は非常に大切な時期に入っていますので、ポイントを確認してみてください。冬に採れる一本ネギですが、白い部分となる部分をしっかり軟白化させて管理を行うことにより、甘くて柔らかい美味しいネギになりますので、ぜひやってみてください。それでは行きましょう。では現在のネギの状態を確認してみましょう。この時期最も気をつけたいのが過湿と乾燥が極端に発生していないかです。ネギは過湿に非常に弱いです。ネギの失敗による多くが過湿による失敗です。酸素を十分に供給してあげないと、ネギの根は太いんですが意外に根腐れやその他病気になりやすく、その原因としては根っこの状態にあります。一方で難しいのが乾燥にも弱いということです。30度以上でもしっかりと育つのですが、あまりにも乾燥が続いてしまいますとネギは元気を失い、最悪枯れてしまうような状態も考えられます。日常的な雨があれば十分ですが、水をやりすぎたり極端な乾燥は避けるようにして注意をしてください。特にプランターで栽培している方、過湿になるケースが多いので気をつけましょう。これから収穫に向けて白く軟白化させるためのポイントと大きくするためのコツをご紹介していきます。一つ目は土寄せです。この土寄せが大きさの良し悪しや白い部分を増やすためには必ず必要な作業となります。時期が非常に重要で、9月、10月、11月と1回ずつ各月を行ってください。ただし定期的に決まったようにやればいいというわけではありません。成長点がある程度伸びて土の境目と5センチから10センチぐらい間が空いてきたら土寄せを行うようにしてみてください。何度も何度も土寄せをしたり、逆に間延びして土寄せのタイミングが遅かったりすると病気の原因やあまり大きくならなかったりなど、そういったトラブルにつながっていきますので、こまめに土寄せをやりたくなっても少し我慢をして、ある程度大きくなったらやるようにしましょう。一方で観察をしっかり行い、遅れないようにすることも意識をしてください。二つ目のポイントは追肥です。ネギの追肥は土寄せのタイミングで行うようにしましょう。1メートルあたり一握り程度の鶏ふんを土寄せのタイミングで与えるようにしましょう。まずはパラパラっと株元に撒いて、その時に土を寄せて埋めるようにしてください。その時のワンポイントですが、なるべく土は空気を含ませるようにして酸素を供給できるようにしてあげることも有効です。株元の土が硬ければ土をほぐすようにしてあげてみてください。そうすることで水分と養分だけでなく酸素も取り込めることができて、大きくどんどんと育っていきます。追肥は1回で十分だと思います。何度も何度もやっても大きさがあまり変わらなかったり、逆に病害虫被害が起きやすくなりますので、肥料の使用については十分に注意をしてください。最後の3つ目としては害虫に注意をしましょう。特に気をつけたいのがネギアブラムシです。8月から9月前半はまだまだ暑さも厳しいためアブラムシの発生は少なかったのですが、だんだんと気温が落ち着いてくることでアブラムシの発生もピークになっていきます。特にアブラムシですが、
ユリ科の野菜にはネギ油虫というのがつきます。細かく黒っぽいので、しっかり確認することで発生していることを見つけることができると思います。放置しておきますと成長点付近にも発生し、栄養分をそこから吸い取ってしまいます。ネギは成長点がぐんぐんと伸びていきますので、そこの部分の成長を抑えられてしまいますと生育が悪くなり、大きなネギを取ることが難しくなってしまいます。ぜひ注意してみてください。害虫の話をしましたが、病気なども注意しましょう。特にサビ病という病気が発生することがあります。10月から12月ぐらいに発生すると言われていますので、通気性を良くすること、重曹水などをかけるなどして予防に努めるようにしてみてください。万が一発生した場合はすぐに見つけて歯をカットすることが重要です。サビ病は一度感染してしまいますと治すことはかなり難しいので、進行を遅らせることが重要です。発生した歯をカットしたり、ひどい場合は早めの収穫をするようにしましょう。その他ベト病なども秋口によく発生します。これもカビが原因の病気で、低温で雨が続くと発生することがあります。秋の長雨シーズンにはぜひ注意をしてください。長雨が続くような場合、泥跳ねを予防するために藁を敷いてみてください。また雑草などがたくさん生えているような場合は、通気性を良くする目的でこまめに除草もしてみましょう。泥跳ね予防と通気性改善をやってみてください。今回は以上です。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。